1952年、広瀬久忠1月22日から1974年5月22日は、日本の官僚、政治家、山梨県東山梨郡七里村の広瀬家に、父、久政、母、里の長男として生まれる。山梨県立氷川中学校、第一高等学校を経て、東京帝国大学法学部を1914年7月に、 卒業、文官高等試験に合格し内務省に入省し、千葉県属を振り出しに、1917年5月に岐阜県警視、1918年10月に同理事官、1919年8月に警視庁理事官、1923年3月に警視庁警視、同年10月に滋賀県警察部長、1924年5月に内務省社会局所機関、 同年12月に福井県書記官内務部長、1925年10月に内務省復興局書記官、1929年5月に東京市助役、1930年8月に東京府書記官内務部長となる。その後、1931年12月に三重県知事、1933年6月に埼玉県知事となり、 1934年7月に内務省土木局長、1936年3月に社会局長官、同年6月に内務次官、1938年1月に厚生次官を務めている。なお、これらと並行して台湾事務局及び企画員の参与も務めた。1939年1月の平沼内閣においては厚生大臣となり、 翌1940年1月の世内、内閣においては内閣法制局長官となり、同年7月16日には貴族院議員に直選されている。また、1941年12月に産業設備委団副総裁、1942年11月には同英団の総裁に就任している。太平洋戦争末期の1944年7月の 小磯内閣においては、再度の厚生大臣を務め、翌1945年2月には、国務大臣兼内閣初期官庁に転任し、同年8月に、関東新一地方総監検東京都長官となったが、1946年8月に、GHQ による公職追放8月から1951年8月となっている。 追放解除後の1953年には第3回参議院議員通常選挙に山梨県選挙区から無所属で立候補して当選、政界に復帰した。その後緑風会を経て自由民主党へ移り、1959年の第5回参議院議員通常選挙では落選したが、1965年の第7回参議院議員通常選挙で当選した。 日本国憲法下では会見を熱心に主張し、自主憲法規制議員同盟の初代会長に就任。また、天皇の主意下、自衛軍の創設、参議院の非正当化、基本的人権の限界規定などを主な特徴とする広瀬氏案を発表した。ありがとうございます。